はいどうも皆さん、こんにちは。サッカー分析系 YouTuber の Do です。今回は2023メージア佐生命 J2 リーグ第40節、ローストクマート VS 清水エスパルス戦のプレビューをしていきます。本編に入る前にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは本編に参りましょう。まずは今回の流れからです。1、前回対戦の結果。2、過去対戦成績。3、両チームの大まかな戦術。4、両チームの前節スタメン。5、戦術面の解説。 6、感染ポイント。7、個人的注目選手。8、次回国となっております。それでは前回対戦の結果から確認していきましょう。前回対戦の結果は0対1で敗戦となっております。ずっとロアソカの音が前半から後半途中までかけてずっと押し込んでいたのですが、最後の最後にシムゼスパルスにやられるというような試合展開でした。非常に悔しかったのを覚えています。今回は、えー、しっかり自分たちのサッカーを貫きつつ、 しっかり得点を決めて勝利する、そのような試合を望みます。続きまして過去対戦成績です。過去対戦成績は0勝0負け3敗となっております。間違いなく相性は悪いです。ですがもうリグ戦も残り3試合、相性など言っている場合ではありません。ここでしっかり勝って残留を決めてほしいと思います。続きまして両チームの大まかな戦術です。ノアスのノはポゼッションにサイド攻撃。チバハイプレスにマンツーマンとなっております。 対する清水エスパルスは攻撃はポジションに中央突破。守備はリトリートインゾーンです。続きまして、ロア・ソカモトの前説スタメンです。ロア・ソカモトは3313。ゴールキーパーは田代。ディフェンスライン右から黒木、岡崎、大西。アンカーの位置に上村。ウィングバック右が竹本、左が田辺。トップ下に平川。ウィング右が島村、左がム井東、トウ。トップにアイハラとなっております。サムのメンバーはご覧の通りです。続きまして、清水エスパルスの前説スタメンです。 清水エスパルスは4231。ゴールキーパーゴンダ。ディフェンスライン右から原、高橋、鈴木、山原。ボランチ2枚白崎とホナウド。トップ下に犬居。ウィング右が中山、左がカルロス・ジュニオ。トップにシアゴ・サンタナとなっております。サムのメンバーはご覧の通りです。なんといっても前線、シアゴ・サンタナ、犬居、カルロス・ジュニオ。この3名が非常に強力です。ここをどう抑えるかが鍵になってくると思います。続きまして、戦術面の解説です。 ボードで解説するのでそちらをご覧ください。それではボードで解説していきます。まずは両チームのフォームーションを並べるとこのようになります。ロアソクトは3313。清水エスパルスは4231です。なのでロアソカマトの予想スタメンについてですが、左の松岡選手は出場停止明けで、えー、おそらくスタメンに戻ってくると思います。それではまず清水エスパルスのビルドアップからです。清水エスパルスのビルドアップ。えー、まず、カルロスジニオ選手が中に入ります。 えー、それに伴って、左サイドバックの選手が少し高めの位置。逆の右のウィングの選手は少し低めの位置を取って、後ろでは3バックを形成。このような形で3、4、2、1に近い形を取ります。えー、ですが、前線3枚、イ,ヌイ選手、チアゴ・サンタナ選手、カルロス・ジュニオ選手。この3名は非常に流動的ですので、そ、えー、決して誰かが右、誰かが左というわけではなく、例えばチアゴ・サンタナ選手が右に流れてきたり、イヌイ選手が降りてきたり。 えー、クロスジニオ選手が左サイドから右サイドにいきなりいたり、のような形で3枚は非常に流動的です。なおそこの後、どのようにプレスをかければいいかというと、まず見てた印象としてはシンデス、心臓エスファルス両サイドをかなり低めの位置を取っていました、えー。この形は非常にはめやすい状況でもあると思います。ただ、はめに行った時に見られた特徴として、えー、今度はこの、はめに行った後のここのスペースを、えー、イヌイ選手、チアゴ・サンタン選手が流れてきて使う。 そのような傾向が見られました。そのため、はめに行くのは構いません。ですが、しっかりここ、流れてきたのに対して、ま、巻きついていく。それが必要になってきます。そして、は具体的な前線でのはめ方ですが、まずは、シミュレースマルスビルドアップ時3バックを形成しますので、こちらも3トップということで、3バックに対して3トップ、数的同数の状況を作ることが可能です。 ですが、その3トップ、3バックの状況を作ったら、おのずとサイドが空きますので、今度はここにしっかりウィングバックが対応する。ただ、ウィングバックが対応した後、ここのようスペースは非常に大きく空きます。ここが清水の狙いどころでもありますので、ここに関してはきちんとまずはサイドを圧縮して、そのスペースをできる限り消す。田村選手、黒木選手など、また逆ならば大西選手。この辺がしっかりとこのスペースをカバーしつつ、 ここにボールが入った時は、基本的に必ず長いパスになりますので、しっかり予測をして、ここに一気に詰める。できればパスカット。できないのならば、後ろ向きで受けさせて、そのまま前を向かせない。いうような形が必要になります。比較的はめやすい形ですので、しっかりまずは前線から行くこと。そして、後ろでしっかり集中して、流れてきた3枚、イヌ選手やスチロ選手。 カルロスジニオ選手などにしっかり対応すること。ここがプレスの鍵になってきます。続きまして、清水エスパルスの前線での攻撃です。清水エスパルス前線では、えー、先ほどのように、えー、3枚、えー、イヌイ選手、カリロスジニオ選手、チアゴ・サンタナ選手のこの3トップ気味の形は変わらず。また左サイドバックは上が,上がる。また右のウィングもそのまま。えー、そして後ろ3バック。この高形は基本的には変わりません。 えー、このような形で3241、また325、そのような形を作ります。とにかく、まず、ここ、犬選手、チアゴサター選手、カルロスジュニオ選手、また、時に右のウィング、中山選手なども関わってきて、とにかく、この辺が流動的に動きます。ロスコの音、えー、流動的な相手に対しては、しっかりマンマーク、えー、常にマンマークにつきますので、基本的には問題ないと思いますが、えー、マンマークでついて流れていった後、えー、この後、えー、できたスペース、 ここをいかにカバーするかが鍵になってきます。ここをしっかりカバーできずに、えー、このようにチェコサンターン選手などが流れてきて、ここを使われてしまうとかなり危険な状態になってしまいますので、えー、きちんとマークが流れた後、この後はしっかり後ろがスライドして、えー、そのスペースを消す。その作業が必要になります、えー。徹底的にこの作業の繰り返しになると思いますので、えー、非常にロアソン選手には集中力が求められますが、 できると思いますので、頑張ってほしいと思います。続いて、シミズエスパルスの守備面なのですが、いつもならプレスから解説させていただきますが、まずは、トランジションのところ、切り替えのところ、ここから解説させていただきます。シミズエスパルスの甲から主に切り替わるとき。そのときなのですが、先ほど解説しましたように、シミズエスパルスこのように3241のような形を作りますので、サイドバック非常に高い位置を取ります。左のサイドバックですね。 そのため、えー、おのずとここのスペースを大きく開きます。ここのスペースが、えー、非常に穴となっております。例えば、えー、この辺でボールを奪ったとして、この辺のように、島村選手らのウィングの選手が流れていくって、ここを使われると、チミの、守備はかなりきつくなります。とにかく、このトランジション、ここをしっかり狙っていくことが大事だと思います。ポジティブトランジション時に、えー、いつもなら、えつ、ー、ないでマイボールにするのですが、 もちろんそれも大事です。状況によってはそれも大事なんですが、狙える時は、徹底的にこのサイドバックの裏、ここをしっかり狙って、ここにつける。そしてそこからショートカウンター。その形が必要だと思います。特に前回、岡崎選手の縦パス非常に良かったですので、岡崎選手がボールを奪ったら、このように散らばっている新入選手の間を作りかぶって、縦パスを通す。そような形が必要だと思います。 徹底的にこのサイドの裏、ここはしっかり狙ってほしいと思います。続いて清水エスパルスのプレスですが、基本的にはプレスそこまで行きません。基本的にはまず442のブロックを組む。そのような形が多いです。また、少し前線にプレス行くときには4231のような形になっていることもあります。おそらく街だと柱にされたような442のブロックを組まれると思います。そしてロアソクロとは何をすればいいか。 基本的には前線と変わらないと思います。しっかり、えー、まずはワンタッチで中はつなぐ。テンポよく繋ぐ、えー。そして岡崎選手の縦パスなどを使いながら、えー、相手のボランチの中盤のエリアを超えるようなパス。これをどんどん狙っていく。それが必要になってくると思います。とにかく、いつものラースのサッカーを徹底して、えー、しっかり相手のブロックを崩していってほしいと思います。ただ、前線での攻撃ですが、とにかく、 サイドを徹底的に狙えば、おそらく突破することができると思います。えー、先ほども申し上げましたように、サイドが穴ですので、えー、しっかりサイドを突破する。そこから、えー、できる限り速いクロスを入れる。相手の、えー、フェンダー2ですし、オールキーパーが女選手ですので、なかなか高いクロスを上げても、えー、取られたり、えー、弾かれる可能性が高いですので、できるだけグラウンダー性の速いボールを入れる。そこを合わせる。それが必要だと思います。また、 見受けられたのが、えー、ウィングの選手の戻りが遅く、えー、この6枚しか戻っていなく、また、えー、ボランチの選手も少し戻りきれておらず、バイタルエリアが大きく開くというようなシーンもありました。そこで平川選手や、えー、ウィングバック田辺選手、竹本選手などが狙っていって、えー、こぼれ玉などを徹底的に狙う、それが必要になってくると思います。全く崩せない相手ではないですので、しっかりいつもやっていること、 さらにそれを進化させたようなことをできれば必ず攻撃、得点につながると思います。スタイルをしっかり貫いて頑張ってほしいと思います。以上が先日面の解説となります。続きまして観戦ポイントです。1、強力な攻撃陣の封じ込め。先日面でも解説しました通り、犬井選手、チラゴ・サンタナ選手、カルロス・ジニオ選手、この3名は非常に強力です。ここをいかに封じ込めれるかが鍵になってきます。 ディフェンス陣の集中力が鍵になってきます。2、ショートカウンター。こちらも先日面の解説で申し上げましたが、シムゼスパルス、攻撃の後のトランジション、ここでのサイド、ここが非常に弱点です。ここをどれだけ狙えるか、ここが鍵になってくれます。3、プレスのかけ方。こちらも同様戦術面で解説しましたが、プレス、しっかり掛ければ、えー、必ずはめることができると思います。ま、そこのトップレスはうまいはずですので、 しっかり自信を持ってプレスをかけて、ボールを前線からどんどんアグレッシブに奪ってほしいと思います。続きまして、個人的注目選手です。個人的注目選手は、ロウソク元の岡崎誠選手です。前節見られたように、非常に縦パス優秀でした。どんどん今節もやってほしいと思います。特に今回、シミュレスファルスは、縦パスどんどん生きてくると思いますので、徹底的に狙ってほしいと思います。続きまして、次回予告です。 次回は2023明治安佐生命 J2 リーグ第40節ソクノート VS 清水エスパルス戦の解説をしていきます。1 0月30日月曜日に投稿予定です。ぜひご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。